精神バンクな毎日を過ごして、喜怒哀楽のその繰り返し、異性時代の瞬間を求めて、また一から十までやり直そうか。七点八起の毎日を過ごして、また振り出しに戻るけど、精神バンクな毎日を過ごして、喜怒哀楽のその繰り返し、異性時代の瞬間を求めて、また一から十までやり直そうか。七点八起の毎日を過ごして、また振り出しに戻るけど、精神バンクな毎日を過ごして、喜怒哀楽のその繰り返し、異性時代の瞬間を求めて、また一から十までやり直そうか。七点八起の毎日を過ごして、また振り出しに戻るけど。